パウル・フリードリヒは、メクレンブルク・シュベリーン大公国の大公。メクレンブルク・シュベリーン大公の大使であったフリードリヒ、ルードビヒの長男。パウル・フリードリヒは1800年9月15日、フリードリヒ・フランツ一世の長男、フリードリヒ・ルートビヒと、その最初の日であったロシア皇帝パーベル一世の王女、エレナ・パブロブナの間に第一子として、ルートビヒスルストで生まれた。 1814年から1818 18年までジュネーブ大学で、ついでイエーナ大学とロストック大学で教育を受けた。1819年に父、フリードリヒ・ルートビヒが死去すると対抗くらいの法廷推定相続人となり、1837年に祖父フリードリヒ・フランツ一世が死去すると対抗位についた。パウル・フリードリヒは首都、ルートビヒ・スルストから、 シュベリンへ70年ぶりに戻し、またインフラストラクチャーの整備と司法制度の近代化に取り組んだ。住居となるシュベリー城の再建計画も立てたが、彼が施行前に没死したためこれは実施されなかった。1842年3月7日にパウル・フリードリヒはシュベリーンで死去し、長男のフリードリヒ・フランツ2世が大行為を継いだ。遺体はシュベリーン大聖堂に葬られた。 パウル・フリードリヒは1822年5月22日にベルリンでプロイセン王、フリードリヒ・ビルヘルム三世の王女、アレクサンドリーネと結婚した。彼女との間には以下の次男カズメを設けた。ありがとうございます。